吉田さん、なんかね、吉田さんの動画を今回見ていて、もうなんかすごい YouTuber だなとかね、まっとうな YouTuber だなっていうふうに、なんかそっちに寄ってきてるなってぐっと感じたんですよね。なんかパソコンの画面がこうあってね、で、なんかシールがいっぱい貼ってあって、で、マイクがちょっと本格的なやつ、こう、これ見よがしにドーンってあってね。で、画面綺麗みたいな。で、バックにもすごくシンプルで、なんか、何もないみたいなね。ほんと撮影って感じですよね。で、私こうそれを見ながら振り返ってみると、なんかマイクもないし、画面はなんかね、その辺の適当なデジカメで撮ってるし、格好は吉永さんと似たようなもんなんですけども、背景とか完全に生活感あふれてますからね。普通の家ですからね。だからそう考えると、なんかまあね、なんでしょうね、いろいろありますね。私もね、まあこうやって動画いっぱい撮ってきて、ああ、そんなことが言いたいんじゃなくて、今日6月21日、おそらく今日から私ね、通常営業になると思うんですよ。ですんで、元通りのアカウントで発信していけるかなと思います。で、この1週間、ずっとストックしていた、まあサブチャンネルでアップしていたやつなんですけどね、これを一気に流し込んでいこうかなと思うんですけどね、どんな事態になるかなと思いますね。で、ちなみに今ね、ちょっともう、サブアカウントを放棄して、メインのアカウント、ちょっとね、メインのアカウントに行ってみましょうか。なんかね、チャンネル登録増えてるんですよね、不思議と。今、切り替えました。切り替えて、どうでしょうか。あ、増えてる。なんかね、5、60人増えてますよ、なぜか。なんなんだ。これから、私、1週間分、ボコボコ、400本ぐらいの動画を、ここにぶち込んでいきますからね。チャンネル登録減るんですかね。ねえ、吉谷さん。どうでしょうか。というのが今回の返信動画になります。いってらっしゃい。